はい、皆さんこんにちは、味でございます。88の大航海時代やっていきたいと思います。次はケープタウンですね。あ、来ましたね。これうまいこと、よし、ここ、あ、いい感じでいった。ここでは補給受けないといけませんね。はいと、さあケープタウンも補給だけだったかな。あ、ケープタウンも補給だけですね。よいしょ。さあここでもじゃあ補給だけ受けていきましょう。いやいやいや、違う、ノーですね、補給ね。さあ320タルで、いやオペレーションがほんま慣れてないね。もうパート100 160何本までやってんのにごめんなさいね。101タルで、800で食料、82タル、221タルで、117タル。よいしょ。はい、出港しましょうね。はあ、次はソファラですね。はい、次はソファラに向かって、ソファラはここからワンブロック、ツーブロックですね。これを入れて、いや、これ入れずにツーブロックを、超えた時、この次のブロックですね。で、こっから北上ですね。あ、これでもソファラは、あ、でも一応ソファラ寄っとこう。同盟港にしとかないとまずいもんね。で、ソファラはモザンビケと、そこら辺まで押さえときましょうか。そうだ、同盟港、うん、きっちり同盟港にするのが目的でしたね。もうここのとこはイスラムイスパニア、襲ってきませんね。まあ確かね、前回この辺行ってる時はほんとイスパニアに追っかけられてヒーヒー言ってたんですけど、お、来た？来たかな？あらららら。海賊ですよ、あれは。海賊増えましたね。海賊からも一目置かれるようになったかもしれないですね、ひょっとするとね。あららら、ら、あ、そうだ、お、合ってるか。よいしょ。あと東南アジアもどうしようか悩みどころですね。アジアもね、どうしましょうかね。よし、ああ早い。何その速さ、本当に。おいと、はあ、船旅行きたくなってきちゃうね、本当にね。あ、でもね、最近ね、ちょっとね、ほんとビールがね、ビールが、酒がやばいね。もうね、
350の缶でも次の日残りような感じになってきました。私分でね、まあ、言ったかな、体重が今80オーバーです。あ、びっくりしちゃった。ちょっとやばいですね。77、8と思ってたら80を超えてました。82ぐらいありましたね。っていう感じです。あ、ここはもう同盟子だね。なので、もう全然問題なし、寝具。何も買うもんないもんね。補給だけ受けましょう。今回の旅はなるべく同盟子を増やしていく。確実に同盟子にしていくということで。あ、ソファーは同盟子だね。ソファーは同盟子だったということで、ここは同盟子ですね。で、こっちは132タル。で、101タル。だね。なんか慣れてきちゃった。で、45タルの71タルの117タルだね。あははは、指が覚えてるわ。じゃあ、出港でいいかな。ちょっと居酒屋あるね。でも出港でいいか。人今集めてるわけじゃないんで、正直。出港しましょう。まあ、ここの女性もね、女性いるかどうか分かりませんけど、酒場女さんの、女さんもいいんですけど、うわ、怖い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 。おお、どこ行くどこ行く、ちょっと待って、それ、島だ。これは、どこだっけ、スリランカでいいのかな。次はモザンピケ、モンパザに向かうという感じですね。スピードすんごく出てるのに動かないね。これもう本当なんだろう、きっと処理が悪いんだろうなと思うんですけどね。もうかなり88には無茶な感じが しなくてもないですよね。この遅さとか重さとか見てると、ね、画面描画の切り替えなんかめちゃくちゃ遅いもんねと思ったらごめんなさい。4メガで動かしました。よいしょ。本当適当だね、私はね。ねえ。よし。さあ、モザンピケ呼びましょう。あ、ルーベン？ルーベンどうしよう。困ったな、ルーベンどうしよう。ここを覗いてみましょうか。あ、もうここも同盟校ですね。まあ、品揃えは見る必要ないですね。ただ、お金がなくなってきたら、アフリカワルグラに一遍売ってる方がいいのかな。中近東で武器が高く売れるかどうか微妙だもんね。今ちなみに武器はどれぐらいで売れるのか、お金がいくらあるのか、ちょっと。2599しかない。売らないといけないわ。武器。いや、もうそんなにお金なくなる？もう。あ、思ったほど化けてないね。まあ、これぐらいでいいでしょ、とりあえず。ということは、ここで何か買ってった方がいいかな。あ、さっき、あれだね。さっき、補給しないと。こっからね、モンパザまでは800はいらないけどね。ただ、ここで買う商業券が一緒だったら、売れない可能性高いので。あ、しまった。センタル積んじゃった。あっちゃー。まあ、いっか。57タル。しまったね。43タル。7タル。一応まあ、じゃあ買い物していきますか。全然積めないけど。あ、水晶売ってるのか。水晶163だったらどうだったっけ。水晶163は、
ああ、ちょっと高いね。でもメッカで結構高く売れるんで、買っといて、水晶はいいですよね。木材、ああ、でも水晶の方がいいね。はい、値引きで、71が1、7642、筆算21、114、115で買えるね。21しか積めませんが。出ていきましょうか。しまったね。水余分に、ああ、もう水処分しようか。水を処分しちゃいましょう。陰性だね。これ積みすぎだね。削除できないんだ。これ消さないといけないんだ。多分100ちょっと、まあまあ全部なくそう。水ただだからね。はいはい。で、補給で水を受けましょう。でここで127タルでいいのに余計に買っちゃったんだね。水晶は結構ね、いいお金になると思うので商品を買う。水晶ね、71が7、7642、7149、117だね。え、117じゃダメなの？118？ああ、118だったのか。はい。じゃこれで出かけましょう。いやー、酒場で飲みませんよ。もうね。行きますよ、と。え、ああ、なんで？あ、しまった。もう指がついつい入っちゃった中にね。はい。じゃあ、これでモザンピケ。次はモザンピケを目指しましょう。はい。あ、じゃあ、モザン、あ？モンパタだ、次は。さあ、モンパタで水晶が売れたらいいですけどね。あ、だからあれなのかな。商業価値を上げてる方がいいとか言うのかな。まあ、次ね、余裕できたらね、それしてあげたいんですけどね。今はもうね、全然余裕ないんでね。そう思うと、最寄りの同盟校はちょっと上げる努力をした方がいいのかな。でもアルギンとサンジュルジェって金とか絶対売れないからね。買う方だからね、金はね。何を、ということはそっから商いするとしたら最寄りの港ってあそこまでなんのかな。私の母校ね、母校というか母国、そこまでだ、その往復大変だもんね。そうなるとなかなか難しいですよね。さあ、はい、ママお疲れ様でした。60だ。じゃあちょっと投資しましょうか。投資をして、はい、投資ね、なんと、線を1回、2回、3回、4回、5回。これで多分 100% になったんじゃない？ 4% か 5% 上がるんですよね、1回でね。あ、まだだ。あと2回か、じゃあ。はい、投資。もう同盟校になってるんで、イスラム、イスパニアは入ってこれないですよね。よいしょ。はい、港の情報ね。100なって、シゼル100で、もう同盟校になってんで、もうこれで、ヤッコサンラ入ってこれないということなので、さあ、これで、売れるかな？どこに積んだっけ？あ、うわぁ、安い。安いし、売れないね。もうちょっと我慢しましょう。1万4000しかお金ありませんが。ちなみに逆に武器は何本で売れますか？ああ、結構悪くないね。まだ1万4000やったらまだもうちょっと頑張れますので。さあ、補給していきましょう。33タル。次目指すのは、こんなルーエンなんか直接目指せないね。うわー、アレクサンドルから、あ、ルーエン行けないですよ、私今。こんなルーエンはもういらないな。次は、アデンメッカだね。
メッカで水晶は高く売れるので、アデンまで行かないといけませんね。52タル。食料。45タル。20タル。で、19タルね。何か持ってけんだけどね、少しだけは。え？私800にしてるよね。700にしてた。あ、800にしてんね。大丈夫だよね。うん。で、残りの分何か買えるかなと。ああ、運じゃなくて買うんだね。なんか買えるもんありましたっけ、ここ。ああ、水晶か。178は高いね。ああ、象牙103。象牙か。象牙どうだろう。あ、安いわ。103だったら安いわ。象牙買いましょう。で、ちなみにここは、モンパザ。モンパザ。モンパザ同盟校にしました。あ、モザンビケも同盟校だったね。ああ、モンパザパラダイスって書いてるわ。パラダイスなんだね。じゃあ、ここで象牙を買っちゃいましょう。7時から7時、3、21、73だね。36買っときましょう。はい。さあ、じゃあこれで出ていきましょうというところで、終わっておきましょう。88の大航海時代終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。